よう、ちびっこのみんな、久しぶりだな。タキシードキャミンだ。今回はこの BMX で俺がスーパーアルティメットハイパー神業スタントをやるからな。みんな刮目してみろ。死後は慎め、目をかっぴらげ。というわけで、はい、どうも皆さん、こんにちは、野中です。ですね、まあ、今日スーパーアルティメット神業スタントはできませんがね、今回はこの、なんて言うんでしょうね、BMX で2段ジャンプというのができるんですね。それを使って、まあ、なんか面白いことやろうかなっていうわけでね、まあ、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まあ、2段ジャンプどういうものかと言いますと、まあ、私もちょっとあんまし慣れてないんですが、ちょお前さっきの意気込みどうしたよ、タキシード仮面。今日スーパーアルティメット神業スタンドだけ決めるとか言っときながら、そのね、ざまでね。はい。ね、あんまし慣れてないというか、ちょっと今なんかちょっとね、これ。もう壁に向かって、ポーン言って、こう、なんやかんやすると、なんかちょっとツッって上がるよっていう、そういう感じ。まあ、コツとしては、この、なんつうんだろう、これ、このストッピーじゃない、ジャックナイフを壁でやる感じですね。これで、まあ、こう、2段ジャンプができるというわけなんですが、まあ、今回はその練習編ということでね、まあ、うだうだってやっていこうかなっていうわけでね、まあ、よろしくお願いしますということで、まあ、こんな感じじゃないかな、2段ジャンプって、今のが多分2段ジャンプだと思います。そうですね。お、セーバーターボがいる。じゃあ次回セーバーターボでも改造して遊びますか。うん、なんだめっちゃ飛んだぞ真上に。てかこいつ何してんの、こいつね、すげえやる気ないやつがいるんだけど、倒れなかった。すごいな、顔がトレバーにちょっと似てるかな。似てないね。はい、いや、はい、なんでもないっす。動物園のクマってこんな感じですよね、大体。動物園のクマね。よいしょ。動物園はね、昔臭くて嫌いだった。獣の匂いと糞の匂いが臭くてね、あんまし好きじゃなかったなっていうのはありますけど、だからなんだって言われるの困ります。よいしょ。そうだな、低重力入れてやってみますか、ちょっと。はい、低重力入れてまいりました。よいしょ。なんかおかしい、感覚がおかしい。ちょっと低重力ルートすっごい遅いね、これもっそい遅いね、これ痛い。もうこれ成功してんのか失敗してんのかわかんねえよ、これ。この感じ、もうちょっとポーンって飛んでいくのかなって思ったんだけどね。お、来た。今のは多分2段ジャンプによる加速、多分おそらく、きっとめっちゃ回る。これがタキシード仮面の言う超スーパーアルティメット神業スタントなのかな。わかりませんけど、低重力邪魔やな、これほんと。低重力切ろう。いった。変な目で見られてんだよ、こいつ。急に止まったな。そこまで露骨に見ることはねえだろ、お前。いや、ずっと見てる、こいつ。そこまで露骨に見るか、怒るぞ、俺も。セーバーが並んでる。これすげえ。スーパーアルティメットウルトラハイパー神業スタント。増えたな、お前。なんか増えたけど、お前自分でセリフ忘れたんじゃねえのっていう。よいしょ。なんかな。おこれ、今の良くない、今の2段ジャンプね。よいしょ。今の感じの2段ジャンプが結構いいんじゃないかと自分では思うんですが、どうでしょうか。ちなみに2段ジャンプのやり方を応用することで、今みたいに階段を
一瞬にして登れますという発見そうですね、今のっていうかさっきの二段ジャンプが結構綺麗に決まったんじゃないかと思いますよ個人的には。お、これこれこれ、今の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 もいいまあ慣れてきたんでしょうね、もう二段ジャンプに。まあ他の方の動画見ますとね、結構ね3段4段ボン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 行ってる方いますので、まあそれにはまとて、まあ、ね、まあそれはできそうにないと思いますが、まあ2段ジャンプは結構要領を得てきたんじゃないかなというところで、今回これにて終了したいと思いますと。いやー疲れたあー上乗ったらかっこよかったではでは、次回もまたサン・アンドレアスで会いましょう。